はい、こんにちは。3行以内の問題を紹介するんですけども、問題は、3次方程式と2次方程式が、一つの共通解を持ってるって言うんですけど、一つの共通解っていうのは、二つ共通解があっちゃいけないのかいいのかはちょっとよくわかんないです。で、一つだけとするならば、整数係数の二次方程式ですよね。整数係数の二次方程式が、有理数解、を持つとすれば、もう、整数です。最高次数の係数1なんで。で、まあ、三次方程式も、有理数解を持つとすれば、最高次数の係数が1なんで、この、p の約数、プラスマイナス1かプラスマイナス p、p 素数なんで、しかありえないんですけど、もしも有理数解とするならば。で、別に、その、解は有理数解ですよとか別に書いてないし、共通解がありますっていうだけなんで、じゃあその、もしも有理数解を持たないとすると。そうするとまあ、これが有理数解を持たないとすると、解はまあ、強約な無理数か強約な複素数。あの、二次方程式の解の公式の格好のままのような解になるんですが、それのうちの1個だけが三次方程式の解になるってあり得るのかな？ちょっとよくわかんない。なんかなさそうな気がするんですけど、まあ、ちょっとよくわかんないんで、まあ、でもどうせ、1個だけっていうのは、共通解。整数なんじゃないのと。まあ、それは単なる見込みですけど。となれば、もう、共通解は、プラスマイナス1かプラスマイナス p しかないんじゃないのという、まあ、単なるそれは予想でしかないんで、じゃあ、ごく普通に、一つの共通解あるっていうんで、その共通解を、アルファと。で、もして、これ両方に代入してあげればいいと。で、まあ、ちょうどこれマイナス p だから、移行して p イコールの格好にすると、アルファ3乗、マイナス2アルファ2乗、プラスアルファと。そう、これ、アルファでくくれて、アルファマイナス2、アルファ2乗マイナス2アルファプラス1と。まあ、これちょうどうまく因数分解2乗になっていると。で、同じくこっちにもアルファ代入して、q イコールにすると、q イコール、移行するので反対になって、マイナスアルファ2乗プラスアルファと。これもまあ、アルファでくくれて、マイナスアルファ、アルファ引く1というふうに、ここはもううまく揃っていると。こっちに、q にマイナスくっつけて入れてあげれば、このアルファ引く1が1個、余計にこっちあるだけなんで、p イコールマイナス q カッコアルファ引く1と。いうふうに、まあ、これとこれから導けると。じゃあこれって、p イコール、まあじゃあこっち、マイナス1とマイナス1、結局1かければ、q カッコ1引くアルファと。そうすると、この時点で、やっぱり、解は有理数。ってことは、すなわち、整数解。ってことは、プラスマイナス1かプラスマイナス p しかないんだな、という話になっていくんですけども、1引く α が9分の p。で、じゃあ α イコール、1引く9分の p なんで、これは9分の9引く p と。そうすると、9p ってのは整数なんで、有理数、整数分の整数だから、まあ、α は有理数ですと。ってことは、まあ、さっき言ったように、これなんでしょうけども、じゃあ、そのことを、ここで証明しつつ、この三次方程式の有理数解っていうのは、プラスマイナス1とプラスマイナス p しかありませんよ、なんていうのを、ここで証明するのはちょっと面倒だから、もうこのままの流れで、この、まあ、同じような話になってくるんですけど、その証明方法と。これを、そのまま、2次の方にぶち込んであげると、α を、この式に入れていいんで、q2 乗分の q 引く p の2乗引く9分の q 引く p 足す q が0と。まあ、同じような話になって、結局、両辺 q の2乗倍すれば、q の2乗倍しつつ、もう上から展開しちゃうと、q2 乗マイナス 2pq プラス p 2乗引く9の2乗倍だから9が1個消えて9の2乗プラス pq プラス9の3乗とイコール0と。そうすると9、2乗がちょうど消えて、これとこれが計算できて9、3乗プラス p、2乗マイナス pq が0と。そうすると9、3乗イコールで移行すると pq マイナス p、2乗ということは、q2 乗は
Q3乗は P カッコ Q 引く P と。そうするとこの時点で Q っていう整数は、Q っていう整数は P の倍数であることがわかると。Q は P の倍数と。N 整数。まあ、ここは別にマイナスでも構わないと。Q は単なる整数なんで。Q は P の倍数。じゃあ、P イコール、Q イコール Pn をこの式に代入すると、P3 乗 N3 乗イコール P カッコ Pn マイナス P と。そうすると、P3 乗 N3 乗イコール P2 乗 N 引く P2 乗。そしたら両辺 P2 乗で割れますね。P0 じゃないんで、素数なんで。そしたら Pn3 乗が N 引く1。ってことは P は N3 乗分の N 引く1と。そしたら N 整数ですと。で、P は素数なんで、まあ当然0よりでかいですと。で、しかも、素数、整数なんて、これ N3 乗と N-1 って、絶対値比べたときに、まあ大概こっちの方がでかいですよと。こっちの方がちっちゃいときってのは、ほんのわずかな区間だけですよね。じゃあ、これでもう N 絞れちゃうんじゃないかなということで、じゃあどう絞ればいいかなって考えたときに、もうそもそも整数にならなきゃいけないんで、N3 乗の絶対値の方が、n-1 の絶対値よりも、まあ、同じは OK か。1だ。ただし、同じだった場合は1なんで P に適合しませんが、まあ一応それでも、とにかく整数のためには、n3 乗の絶対値の方がちっちゃくなきゃいけないと。で、これはごく普通に、3次関数のグラフと1次関数のグラフを丁寧に書けばもうそれでおしまいなんじゃないですか。1を3乗のグラフとって、このグラフは、y 切片がマイナス1だから、1次関数のグラフはこんな感じ。で、この3次、こっちが N で F カッコ N と。したときにこれが、F カッコ N イコール N 引く1。で、N3 乗のグラフは、まあ、こんな。で、マイナス1のときに、マイナス1。で、マイナス2のときにはもう、こんな下、真下の方。そうすると、で、マイナス1の時に、ここがマイナス2と。F カッコ N は、N がマイナス1の時にマイナス2。で、そうすると、絶対値が N3 乗の方がちっちゃくなってる分、もう正の時はありえないですよ。これもう完全に3次関数がでかいと。まあ、要するにもうこの付近だけですね。絶対値がこうなるのは。そうすると、n イコール0の時は絶対値。こっちの方がでかいんですけど、n イコール0は、これ合わない。ダメですと。n イコール0ダメ。n イコールマイナス1の時で、ちょうどマイナス1分のマイナス2で2。これは、まあ、解としてふさわしいと。p 素数2。で、n イコールもマイナス2になってきちゃうと、もう、分母の方がでかくなっちゃって、整数にならないということで、n イコールマイナス1のみが適合するんで、p は2。で、q は pn で n イコールマイナス1だから、q はマイナス2ということになりますと。じゃあ以上です。ありがとうございました。